どうも影やんです。ですね、今日は休日なんですけども、昨日からねちょっと思ってたんですけど、思ってたというか行こうと思ってた献血にね今から行こうと思います。ちょっとこの行くきっかけっていうのがね、僕は献血今までで10回ほど行ってるんですけども、でメールの登録とかしてるんですけど、それでですね昨日メールが届きまして、7月1日ですね。で僕の誕生日が7月なんで、7月その誕生日月の人は、プレゼントをご用意していますということをやったんで、前からちょっと献血行かなあかんなと思って、行かなあかんというか行こうと思ってたんですけど、ちょっとねコロナとかねいろんなことがあってなかなか行けずじまいやったんで、どうしようかなと思った時にちょうど昨日メールを、見させていただいてですね、ほんでほな明日ちょっと予定も午前中ないんで、行こうかということで、今向かっているということですね。今9時40分ぐらいですかね、朝の9時40分ぐらいでこう向かっているというところではあります。でちょっと調べたら朝が9時45分やったかな、55分やったかなからスタートで、ほんで12時まで、10時何分までに入ればいいかな、ほんでやっていくと。で僕はね献血は 400ml 献血ですかね、400ml 献血をしてますんで、時間的にはそんなにかからないんですね。成分献血をする人はね結構その、結構時間かかるんですけど、僕の場合も血をもう完全に取る感じなんで、 400ml 取るっていう感じなんで、すぐに終わるというところでですね。で結構久々なんですね、10回目行ったのが去年の10月なんですね。去年の10月以来ちょっと行ってなくてですね。ほんで献血っていうのはね、400ミリの献血の場合はですね、3ヶ月空けなあかんのですね。3ヶ月空けて、3ヶ月以上空いてからしか受けれないっていう風になってて、10月に受けたんで、だから1月のその10月の受けた日からの3ヶ月だから1月以降やったんですけども、その頃はちょっとあまり献血のことを思い出してなくてですね。ほんで2月3月もう3月ぐらいになるとそのコロナのことを言い出したりこうしてたんで、ちょっと献血行けへんなと思ってて、で6月になってちょっといつ行こうかな、ちょっと予定も結構その休みの日にあったんでと思ってたんですけど、ちょうどね今日がこう全くこうフリーと、午前中完全にフリーの状態で、動ける感じがあったんで、今向かってるというところですね。久々ですよね。献血ってね結構その、その注射というかそういうのが嫌いな人やと、刺すんが嫌いな人やったらちょっと難しいんですけども、一応薬を飲んでない状態で、3日間以上薬を飲んでない状態で、3日間やったかな、なんかちょっとはっきり覚えてないですけど、ほんで、体調がちゃんとした状態、その健康な状態というのを保ってる人であれば誰でも受けれるということですね。でだからほんでね、いろいろ無料でねジュースが飲めたり、なんかこう帰りにこういろいろくれたりしてあるんですね。ティッシュとかなんかお菓子とかパンも買えるんかな、なんか一つこうメダルをもらってですね、ほんで、選ぶんです、商品、食べ物の商品を選んで好きなもの持って帰れたりとかですね。あと今日誕生日プレゼントで何もらえるんか分かんないですけども、それももらえますし、ほんでだから無料で結構そのいろいろ、まあ、自分のが健康じゃないとダメですけども、健康でさえあれば、その自分の血を提供することによってですね、自分にもこうメリットというかそのいただけるもんもあるし、でその自分の血液がですねまたそのお役に立てるっていうのは、それはそれで、こうありがたいことでもありますよね。そういうことで役立ってるんやなと思うことができるという、そういう場所でもありますね。で結構ね行ってるとね若い人が結構来たはるんですよね。若い人がね、で、年配というか僕よりちょっと上ぐらいの人でも来たはる人はいるんですけど、前行った時なんか若い人が結構たくさん待っててですね、やるなと思って、若い時からそういう、献血なんかこうしようと思う気持ちになってるのがこう素晴らしいなと思ったりもして、結構ね行ったなりになんかいろんなことがあってですね、結構面白い場所ではありますね。だからその毎日薬を飲まない
今日行けない方とかはね、そういう方はちょっと難しいんですけども、例えばその風邪ひいて風邪薬飲んでもそれでもダメですし、でアルコールに関してはね、アルコール飲んでても大丈夫なんですね、前日にアルコール飲んでてもそれに関しては大丈夫だということですね。だからまあまあそうですね、そのまあ献血したいなと思う方がおられたらやってみるのも一つのこう学びというかね、学びっていうかその経験になると思いますよ。1回でもいいですよね、うん、やってもらうといいかなと思いますね。別にその無理してやるもんではないと思いますけど、ただ血が足りてないっていうことは言ったはったんで、やっぱり協力する人がいた方がそれはいいんでしょうけどね、うん、まあまあコロナの時期なんでこういろいろあるでしょうけども、一応その献血は不要不急、そのなんていうんですか、必要のないもんではなくて必要なもんやということを言って、その献血の人らが言ったかって、確かにそうやなと、その余計なもんではないんでね、献血っていうのはね、必要なもんなんで、それに関してはコロナがどうであろうと、その協力する人は協力した方がいいというものではあるかなということですね。まあ、うん、僕もね、その献血がしたくてもできない時期っていうのがあったんで、ぜひね、その僕が独立した時にやりたいことの一つの中にね、献血っていうのがあってですね、でそれをこう自分でいろいろと克服してですね、で献血できる状態にしていったという、まあそういうことがありましたね、うん、まあいろいろ大変なことがあって、それをまあまあうまいことね乗り越えることができてですね、で、献血をすることができる自分に今なっているという。だから献血できるいうことは自分にとってはやっぱりいいことというか、その献血で血を与えるというか、血をこう提供できることもいいことなんですけど、僕は献血できる状態にあること、自分の体がそういう健康な状態であることっていうのがやっぱりそのありがたいことやと、うん、もちろん日々ねこういろいろこうやってますし、最近なんかは特にこういろいろ脳のこととかね、副交感神経のことであったりとか、そういうことにこうそういうこと、まあそういうことというか、そう副交感神経を優位にさせることであったりとか、脳を整える、脳をリフレッシュさせることとか、そういうことをいろいろ試してですね、こう自分の脳をリラックスさせてこう回復させる、そういうことをいろいろやったりしてますね、うん、だからどんどん健康っていうのはその、まあ、健康オタクというか、そのあまりやりすぎる、それにこだわりすぎるのも良くないとは思いますけど、それなりに長生き、健康で長生きをしたいと、でやりたいこともあるし、そのやりたいことをやるためには健康でないとやっぱりできないんでね、健康っていうのは土台やと思うんで、それに関してはね、結構そのやれることはやると、その無理してはやらないですけど、自分のやれる範囲でやれることをこう全てやるぐらいの気持ちでこう取り組んでることっていうのはいろいろありますね。だからそういうね状態にしていくっていうのがね、いいことだ。だからその中の一つに献血ができる状態っていうのを、自分で作り出してるっていうことが、まあまあ献血っていうのはそんなに健康レベルでいうとそこまでむちゃくちゃ高い必要はないと思うんですけども、それができる最初の、健康でいうと最初の頃のステップのものかなというふうに思っております。まあまあまあ、近くにね、献血できる場所があるんでね、草津市というところなんですけども、そこに、できる場所があるんでね、まあ、車で言ったらまあ15分ぐらいかな、15分ぐらいで行って、ほんで、行けるというところなんでね、うん、まあ年に何回かはこう行くようにこうしたいですね。時間を作ってこう献血するっていう時間は作りたいですね。まあ2回ぐらいは行きたいです。今6月なんで、次12月までに1回は行きたいですね。それはしたいかなという形ですね。まあ、あまりに忙しいなったら別ですけど、まあ、時間取れると思うんで、そこはこう時間を作ってね、行こうかなと思います。ということで、この辺で終わらせていただきます。ありがとうございます。